鹿児島県道210号、小山田谷山線は、鹿児島県鹿児島市から日置市を経由し、再び鹿児島市に至る一般県道である。鹿児島都市計画において、鹿児島広域都市圏が愛観上道路として位置、付けられており、都市計画決定から、おおむね10年以内に整備を行うとしている。バイパスを、小山田町方面に望む似た沖北交差点。 この交差点より春山口交差点まで県道24号と重複する春山交差点。この交差点より山田交差点まで県道35号と重複する上福本町愛の聖母園前交差点から山田交差点までの区間は住宅密集地で拡張工事が困難であり、福音が狭い最も狭い場所では片側1.5車線になる区間がある。また、 福音が狭いゆえに日々渋滞が起こる現在、山田交差点付近で拡張工事が進んでおり、拡張されると片側2車線になる。山田交差点から春山交差点までの区間は、鹿児島県道35号、長吉入里佐鹿児島線と重複している区間である。この区間は全体的に農村風景が広がっているが、意外と交通量が多く、 定期的に渋滞する交差点がいくらか存在する。春山交差点からた河北交差点までの区間は、住宅地と茶畑の広がる区間になる。車線は片側一車線に改良されている。鹿児島市内と各方面を結び交通量が多い春山交差点は、大改良が行われた。犬はさ経由ルートとは、上手に示している谷山より山田町、春山町。 石ヶ谷町、犬間町を通り、小山田町塚田に至るルートである。ただし、この項目では、石ヶ谷町、人下田尾から、犬間町を通り小山田町塚田に至るルートについて述べる。人下田尾北交差点から、石ヶ谷の区間は、以前、両側1車線の福音の非常に狭い区間が、ほとんどの区間であり、南九州にしまわり、自動車道松本 IC 付近も片側1。 車線であった。現在この区間のほとんどの区間はバイパス道路の用地として共用されている。周辺は住宅地である。石ヶ谷から6カ所までの区間も、日田尾から石谷間と同じく両側1車線の区間がある。この区間はバイパスのルートから外れていて、交通量が最も少ない区間になる。周辺は茶畑を中心とした農村風景が広がっている。 6箇所から犬、ハサマまでの区間は、鹿児島県道206号、特殊下横井鹿児島線と重複している。また、バイパス区間を遠回りしているため、このルートを通行する人は少ないと思われる。途中の旧県ハサマ農協場支所前の交差点を犬ハサマ方面に向かわずに、竹岡方面に向かう車が多い。ここから徐々に拡幅が始まっているが、ほとんど進んでいない。 犬挟まから、塚田北交差点までの区間は、鹿児島県港の森公園に向かう車が非常に多い。そこを過ぎると非常に交通量が減る。終点付近もバイパス区間が開通してから極端に、交通量が少ない。終点の塚田北交差点で、国道3号と接続するバイパス区間とは、犬挟ま経由ルートのバイパス道路である。犬挟ま経由ルートとは異なる位置に支点を持つ。 ここでは、バイパス区間について述べる。小山田西交差点から、松本 IC までの区間は片側1車線の道路であり、周辺には民家は数軒程度しかない。周辺の公共施設には、チェスト館などの物産館がある。また、現在沿線で多数の開発が始まりつつある。松本 IC から、似た沖田交差点までの区間は片側2車線の道路である。 周辺は住宅街で一部の地域で開発が行われている。また途中でガーデンヒルズ商用台や日置市方面に接続している。起点から順に。ありがとうございます。